こんにちは、速稼塾の福でございます。まあ、いろいろと回答の方を送らせていただきましたけども、これを言い忘れていたなっていうところなんですよ。特に皆さんの心に引っ掛けるつもりはないんですけども、皆さんがね、周りの方にいろんな相談事もすると思いますし、その中で解決できる問題もあると思うんですが、ことインターネットを使ったり、インフルエンサーとして活動したり、それからね、たった一人でお金の問題を解決していく、時間の自由を獲得していくってことに関しましては、多分皆さんの考えうる限り、私以外に変われる人はいないんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと考えていただきたいんですけども、いくつか例を申し上げますね。私もともと麻雀店をやっていて、麻雀店を閉めたのが2015年なんですけども、麻雀店の経営をしながら、私個人の月収はこのインターネット活動を始めて1ヶ月目で80万で、2ヶ月目から100万円を切ってないんですよ。もうだから今8年になりますけどね。これちょっと計算しますよ。8年かける12ヶ月で96ヶ月じゃないですか。で、少なくとも100万円ずつ毎年毎月稼いでるんで、これでもね、9600万なわけですよ。8年間で9600万。で、私の場合は最初の3年で1億円突破しましたんで、もうちょっとあるわけなんですけども、お金の問題だけではないですよ。その、どのぐらい人に影響力を与えてきたか、知名度を広げてきたかっていうことでも考えていくと、多分ね、その、皆さんの周りにいる、直接関われる親しいインフルエンサーの中にはあまりいないんじゃないかなと思うんですよ。で、仮にいたとしたら、その人の収益はものすごく収益率悪いと思うんですよね。例えば、フォロワーが10万人いるけども、月収が50万程度とかね、100万、まあそこそこかなっていう方はいると思うんですよ。だ、そうなると、そのアクセスの割に収益率が悪い、要するにまあそのビジネスでやってる限りね、お金の問題っていうのは避けて通れないと思いますけども、そこをごまかしちゃってるか、単価の安い人ばっかり集めちゃってるってことになってるんですよ。で、単価の安い人っていうのは実は移動しやすいんですよ。で、単価の大きい人っていうのは相当思いを込めて使ってるんで、もうこの人じゃないとダメだっていうね、濃いファンになってるわけなんですよ。で、濃いファンっていうのは、その人の発信者のパーソナリティに対してお金を払ってるわけなんで、変わりがないんですよね。でも、1000円とか2000円ぐらいの価値観しか共有できないファンと発信者の関係っていうのは、簡単に移り変わりができるんですよ。ね、だって、1000円のラーメンには変わりがいっぱいあるでしょ。でも、10万円のラーメンって、多分、あんまり売ってるとこすら分かんないから珍しいと思うんですよ。まあ、そういう関係なんですよね。麻生財務大臣が15万円のうな丼食ってましたけども、15万円のうな丼を売ってる店なんてほとんどの人知らないでしょ。だからそういうことなんですよね、お金の問題っていうのは。でも人は仕事と思って始めてるけど、どっかでね、お金だけじゃないよっていうふうにごまかしちゃうわけなんですよ。で、仕事である以上、お金は至上命題なわけなんですよ。お金の問題を解決した後で他のことっていうのも出てくると思うんですけどね。だからこういうことを中心に私はお送りしてますから、まるでね、銭金ばっかりを追っかけてるような、そんな印象を持たれるかもしれませんけども、はっきり言ってお金の問題なんてすごく小さいことで、それはもう早くクリアしてね、次はどれぐらい時間を自分に取り戻すかなんですよ。だからもう働き詰めで月収50万とかね、100万っていう人はいるんですけども、ほとんど自分の手を介することなく100万とか200万っていうのを毎月毎月作り続けるっていう風に進みたいわけじゃないですか。そうなると社会の生産性も良くなりますよね。何もね、残業したりとかね、夜遅くまでやることが美徳の時代ではないですから、それこそ自分のライフスタイルは無限に自由に送って、で、自分が何か活動するってことは誰かに訴えかけてるってことなんで、誰かの時間をも無駄にしてるわけなんですよ。だから短い時間でたくさんのパフォーマンスを出すのが、まあ、ビジネスの原理であって、それから社会生活を豊かにすることである以上、まあ、残業はね、やっぱり能がないかなと思いますよね。それこそ決まった時間で全部やることだと思いますし、なるべく短い時間でミッションを達成して、余裕な時間を持って自分の人生をやっぱこう構築していくってことだと思うんですよね。忙しくてこれができませんっていう発想がある以上は、まだまだ旧世代の働き方だと思いますし、その収入は早く捨てていかないと、時代が進んでいかないと思います。もうこれからますますね、ほとんど何もしてないのに収入だけは増えていくっていう形、本当に目の前にありますからね。特にこのインターネットを使うってことは、ストック型のビジネスをしてるわけなんですよ。で、さっき動画でも撮りましたけども、5年前6年前の動画が集客をして販売をしてるから、実際自分が今日何もしなくてもね、
収入があったり新しいフォロワーさんが勝手についてくるってことになるんですよ。だから今日活動しないで今日のフォロワーがつかない、今日活動しないで今日の収入がないってことは、これはもう完全に労働者になっちゃってるわけなんですよね。そこを離れてこっちに来てるはずなのに、そのストック型のビジネスをしてるはずなのに、完全にこのフロー型のビジネスに逆戻りしてるところになってくるんですよ。だからこれは最低限クリアしないといけないことなんで、それに類するアドバイスはさせてもらいます。で、そのためにね、なんていうかな、私の実績は別になくてもよかったんですけども、つまり、私が売上を上げることを誰も期待してないでしょ。ただやっぱり実績を作った人から学びたいっていうニーズがあると思いますんで、そういう意味では私に変わる人は多分いないんじゃないかなと思うんですよ。これ言うとまたね、なんかいい気になってるような発言に聞こえますけども、はっきり言っとかないと、誰でもできることをやってるわけじゃないですかね。私は多分多くの人ができなかったことを、たまたまとはいえね、やらせてもらってるんで、独特なご質問ですとかご相談があると思いますんでね。確かに濃い質問とかは有料にさせてもらってますけども、それはお金を払う価値はあると思いますよ。そのぐらいお金をいただいても大丈夫なぐらい私は責任を持って回答できますんで、そういう方はなかなかね、皆さんの上司やなんかね、先輩とかにはなかなかいないんじゃないかなと。皆さんの周りで月収100万を5年間以上取ってる人っていますかね。なかなかいないんじゃないかなと思います。ただ収入だけじゃなくて自由な時間をね、5年以上持ってる人っているかなってことなんですよ。多分いないんじゃないかなと思うんですよ。なんか知んないけど忙しくってあれもこれもできていないっていうのが現実じゃないかなと思います。人生は2度はないですからね。忙しくて通り過ぎた時間はもう2度と戻らないわけなんですよ。それこそ暇な時間が毎日あるぐらいじゃないとバランスが取れていかないと思いますんで、ぜひね、もっともっと暇になってね、今まで関心を寄せなかったことにも興味が持ってるようなぐらい暇になっていくといいんじゃないかなと。私の場合は昔ね、見れなかったアニメの、対してね、タイトルぐらいしか覚えてないけど、あれ何だったかなみたいなのを DVD 買って見てみたとかね、大草原の小さな家を全部見たとかね、そこまで深く興味はなかったんだけども、全部見たらもう一回見たくなっちゃったみたいなね。そんなね、自由な贅沢な時間の使い方をさせてもらってますけども、それというのも、時間もお金もあるっていうところもありますし、大事なのがね、周りでトラブルが起きてないんですよ。で、トラブルが起きそうな人間と離れてきたってこともありますからね。なんか面倒事とか相談事はいいんですけど、面倒事とかトラブルを持ちかけてきて、久保さんなんとかしてくださいとかね、こんなこと言われてますよ久保さんみたいなのを排除してきたってところもあるんですよ。だからね、いちいちね、そういったのに取り合うのが丁寧になるってことではないんですよね。もうこういう言い方したらまたはね、悪い言葉になっちゃいますけども、低レベルな質問を排除するからこそ真剣な質問に向き合えるってこともありますんで、何でもかんでもね、対応するのが丁寧だとばかりは思わないかなってところですね。はい、私の普段のこの発信を聞いていただければ、どのぐらいのことをすればいいのかってことはなんとなくつかめてくると思いますし、もしね、こんなことを聞いていいんだろうかって心配になるようでしたら、速稼塾入ってしまえば全然問題ないですからね。どんな問題でもお金を払ってくださった、速稼塾に入ってくださった方に対しては全回答できますんで、ただやっぱり速稼塾にも入らずに、お金も払わずに申し訳ないんですけどみたいなことを聞く人は、いや申し訳ないと思うんだったらお金払えばいいじゃんって回答で終わりですからね。何なんだよと思いますよ。人の人生はただではありませんので、それは私もそう思って皆さんと接してますんで、なるべくね、その辺をごまかさないようにした方が人生には回答が出やすいんじゃなかろうかと。それでは以上です。